どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズド。今日はゲスト、ハニーさんでございます。今日はね、夫婦でセッションかと思いきや、まあ、そうじゃないような、そうないような、夫婦でセッションでいいんですけどね、うん、日曜日で、やっていこうと思うんですけどね、なんでハニーさんに登場いただきたかったかっていうと、今日ね、童謡をちょっと一曲取り上げたいと思います。めちゃくちゃ盛り上がっちゃう童謡なんですけど、その童謡にね、臨床っつうんですかね、うん、追っかけてくる。やつがあるんですよ、うん。その時にやっぱ一人でやるよりね、うん、こうみんなでやる方がいいぞと、これ皆さんね、誰かと一緒にこれをやるっていうのも最高盛り上がる曲。今日のテーマソング、これ、ドン。小豚ぬき狐子。ね。小豚。小豚。たぬき。たぬき。あれです、あれ。これをね、やってみようと思うんですけど、これ思いのほか楽しいよね。うん、みんな夢中になっちゃうこと間違いなしだと思います。はい、ちょっとその前にお知らせにしてさせていただきたいんですけど、見てください。今年2023年はガズレレなんと10周年を迎えます。生誕10周年をお祝いしまして、記念しまして、5月に東京、名古屋、大阪でイベント開催決定です。ただいま大好評でチケット予約受付中です。概要欄に詳細貼っとくんで、ぜひ皆さん、一緒にですね、お祝いというかワイワイして、もうなんか、今回のね、そのイベントは、皆さん同士がとこう繋がれることもいっぱいアイデアとして考えてますんでね、ぜひ皆さん会場にお越しください。一緒に盛り上がりましょう。さあ、早速レッスン入っていこうと思うんですけど、その前に皆さん音楽始めましょう。この今ご覧いただいているガズレレ YouTube だったらどんな方でもあっという間に音楽ができますからね。はい、やってみたいなと思った方、世界一簡単ウクレレ教室ガズレレのやり方だったらすぐですよ。概要欄に貼っときますんでね、楽しく音楽始めていきましょう。さあ、それでは小豚の狐子の、レッスンデモ演奏動画、これから始めていこうと思うんですけど、なんと出てくるコード嬉しい、 C と F のたった2つです。 C と F ですよ。すごいね。これはもう最高。2つのコード合わせても3つの指しか使わない、うん、素晴らしいですね。簡単レンジにしてます。でですね、最初はゆっくり4つ弾きで初心者バージョンのやり方でいこうと思うんですけど、うん、後半はですね、いろんなリズムを登場させてちょっとやってみようかなとか、いろいろ面白いことをちょっと考えてますんで、参考にしてみてください、うん、じゃあやっていきましょうか。はい、はい、小豚の狐子ガズレレ流簡単版でやってみる。ワン、ツー、スリー、はい。小豚、小豚、たぬき、たぬき、きつね、きつね、猫、猫、小豚、小豚、たぬき、たぬき、きつね、きつね、猫、猫。次は鳴き声いってみよう。次はね、ちょっと早くいってみようかな。せーの、はい。コブコブタ、コブタ、タヌキ、タヌキ、キツネ、キツネ、ネコ、ネコ、コブタ、コブタ、タヌキ、タヌキ、キツネ、キツネ、ネコ、ネコ。このまま鳴き声バージョンいくよ。せーの、はい。ブブブブブブブ、ポンコポン、ポンコポン、コンコン、コンコン、ニャオ、ニャオ、ブブブブブブ、ポンコポン。アルペジオで行こうか。ゆっくり、はい。小豚、小豚、たぬき、たぬき、きつね、ゆっくり、きつね、猫、猫、小豚、小豚、たぬき、たぬき、きつね、きつね、猫、猫。このまま行こうと思うけど、次は8ビートだな。はい。小豚、たぬき、たぬき、きつね、ねこ、追っかけてる、こぶた、たぬき、きつね、ねこ、次は8ビートのチャで、鳴き声ね、せーの、はい、ブーブーブー。
ってみましょうか。せーの、はい、ブーブーブー、ブーブーブー、ポンポンポン、ポンポン、ポンポン、ニャオニャオ、ブー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 、ポンポンポン、ポンポンポン、ポンポン、ニャオニャオ。最後はゆっくり四つ引きいこうか。なの、せーの、はい、コブタ、最後いきますよ。はいよ、ブーブーブー、ブーブーブー、ポンポコポン、ポンポコポン、コンコン、コンコン、ニャオニャオ、ブーブーブー、ブーブーブー、ポンポコポン、ポンポコポン、コンコン、コンコン、ニャオ。やったー、すごい脳トレ。これ難しいよ、みんな言葉がわけわかんない。せーの、じゃかじゃか、やったー。いやー、もうね、間違いまくり、実は間違いまくりなんだよね。あのね、ブブブなのか、小豚なのか、もうね、まずそれがごちゃごちゃになるのと、こうコードが2つだけだから余計ややこしいんだよね。四つ引きが分かんなくなっちゃうね。四つ引きが分かんなくなっちゃう。そう、あえてしかもいろんなリズムでやったからさ、余計なんかあれって なっちゃうね。まあ今のはね、ちょっとあの後半はさ、いろんなリズム登場して、ああいうの面白いよ。まずは今の演奏は初心者の人はずっと四つ弾きでいいですからね。じゃあコード2個だけでできちゃう。確かに。ちょっとだから、ちょっといろいろ弾ける人は今みたいにいろんなリズムとかテンポ変えるとか。盛り上がるよ、これ。しかもこう臨床だからね。こう、なんつうの、こう、ね、コール&レスポンスができるわけです。ね、これが一体感を生む最高の最強の動揺だね、これ。うん、これコード2つだけれど、うん、やったらわかります、うん。これ舐めてたらね、あわわわってなるよ。すごい。まあでも、それね、うん、ちょっと間違えちゃうのも、一個のお楽しみの一、うんね、つですから、はい。最高だったなということで、うん、はい。ちょっと一応楽譜を公開しておこうか。はい。楽譜はね、こんな感じになってます。見て、ガズ画伯が描いた、これ、小豚の狐子の絵でございます。すごいでしょ。これ知ってました？皆さん。みんな知ってると思うけど、これ、あれだよね、しりとりなんだよね。小豚と、タヌキと、キツネと、猫と、小豚と、どんどんずっと永遠のね、これ、しりとりしてるんですよ。はい、コードはもうびっくりするぐらい簡単です。はい。これを見ながらちょっと行き来停止して、帰ってってください。これ、同じだからね、コード進行ずっと。F、C、C、F ですから、ここね。で、感想はこんな感じで、これ、コード進行一緒で鳴き声になったよ。これを繰り返していたということなんですね。で、この楽譜はですね、一応ガズクラブでも、ダウンロードできるようになってます。一応これすぐできると思うけどね。そのガズクラブっていうのは何かというと、毎月660円をいただいている、楽譜がね、毎月5曲、あ、もうガズレレで取り上げてる、もうめちゃくちゃ膨大な数の中から、5曲を選んでいただいて、ガズの手書きのノートが PDF デジタルファイルですぐにダウンロードしていただけるよっていうね、あの画期的なサービス、そこではいろいろやってるんですけど、とにかくそこでもいい、ゲットしてもらえて、まあ、書くのはいいと思いますけどね。あと、ガズレレではね、そのガズクラブをはじめとして、ガズレレ大学だとか、いろんなこの椅子引きだとか、グッズとか、こういうのを売ってるとか、いろいろイベントがあるとか、ガズレレ公式ホームページにいっぱい書いてあるんで、そこ見に行ってください。はい。そんな感じで、楽しく音楽してほしいなと思うんだけど、今日いっぱいいろんな弾き方のリズム出てきたでしょ、16ビートで。ああいうリズム興味あるなと思う方は、ガズレレではね、リズムの解説めちゃくちゃ濃厚なのいっぱいアップロードしてるんで、概要欄にウクレレでできるリズムのいろいろというねページがあるんで、そこでね、いろんなリズムちょっと練習してみるのも面白いかもしれません。で、ガズレレでは童謡とかね、キッズソングめちゃくちゃ取り上げてるんで、そのリンクも概要欄に貼っておきましょう。概要欄すごいことになってますけどね、いろいろ見てみてください。それでは今日はね、楽しくね弾ける、もう盛り上がっちゃう最強の童謡、小豚の狐子レッスン動画公開してきました。ぜひ皆さんもトライしてみてください。楽しいですよ。はい、そんな感じで、はい、またお会いしましょう。ガズレレ YouTube チャンネルまた見てね。チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。今年のですね、1月7、8、9の3連休なんですけど、はい、これポップアップショップ、G ラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております。
ララポート湘南平塚店さんで行われます G ラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフも行きますんでね、いろんな質問をしていただいたりとかして、ぜひぜひ体験してください。まず G ラボのウクレレものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうっていうのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとねまだね第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあもう一回確認すると789ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。ってガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このねガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもYouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから祝さんも300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとか、ね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。あとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん。こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひねいろんなもうグッズでね、さらにテンションを高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。